井出賢治から1946年10月30日は、日本の海軍軍人、海兵16期自席、海軍大将、幕臣、井出活動の長男として生まれる。海西中学を経て、1885年、海軍機関学校に入校。機関学校廃止に伴い、全生徒と共に1887年に、海軍兵学校に編入し、 同校を1890年に、卒業1891年に、小委任官。吉野開校、吉野文隊長、法官、大島公会長、常備艦隊参謀、軍令部、第二局員を経て、1899年アメリカへ、私費留学し潜水艇について、興味を持つ。製造会社に日産するも購入が条件と見学を断られ続けるが、 退役米海軍少佐と知り合い潜水艇の航海を体験する。海軍省の命で潜水艇の購入交渉を行うが予算の手当ができず交渉中止となった。1902年に帰国し、潜水艇への理解を深めることに尽力。朝日文隊長駆逐艦、佐々波艦長を歴任し、海軍省副艦券海消秘書官となる山本、権兵大臣に仕えた。 その後、第2潜水艇隊司令権水雷母官、豊橋艦長、海軍省副艦、造船造兵監督艦、イギリス大使館付、武官、岩手艦長などを経て、1913年に海軍省省、クレ水雷隊司令官となり、クレチンジュフ参謀長、第4戦隊司令官、軍務局長、海軍次官などを歴任。1924年に海軍大将、 軍事参議官、1930年に退役した。藤田久典によると、海軍部内において、岡田圭介と並び、抜群の記憶力で知られていた。ありがとうございます。